そこのあなた。そう、あなたですわ。あなたに声をかけているのです。まあ、着ているものはともかく、中身は合格といったところかしら。最初に言っておきますけれど、あなたは私の死である前に使用人であるのですから、くれぐれもそこをわきまえて行動していただきたいものね。お嬢様、お一人で歩かれたらいけないとあれほど申しましたのに。あなたですね、旦那様のおっしゃった新しい家庭教師の方というのは。マルティーニ家のメイド長をやらせていただいているサローネと申します。亡き奥様に代わり、お嬢様の養育係として見送りに参りました。それにしても、旦那様のお話によると、あなたは大層優秀な成績で軍学校を卒業されたとか。帝国の軍人たるもの、武術も召喚術も共に優れるとお聞きしますが、あなたはどちらがお得意なのです？なるほど。さあお嬢様、先にお乗りください。私はもう少しこの方にお話ししておくことがありますので。ええ、それではお先に。それとバーヤ、言っておきますが、その人もあなたもマルティーニ家に雇われた使用人に過ぎないんですから。仕事以外のことには余計な口を挟まぬよう。いいわね、ベルフラン様。あなたにはこれからお嬢様を連れて軍学校のある高専都市パスティスに向かっていただくわけですが、わざわざ一緒に船旅をしてもらうのには理由があります。ベルフラウ様はとにかく勝ち気でして、少しばかりそのわがままに過ぎる部分があるのです。自分の意に沿わないことはなかなか受け入れられず、特に殿方相手だと向きになって逆らおうとするありさまでして。はい、私もそれを心配しているのです。そういう理由から今までの家庭教師はどなたも長続きはしませんでした。ですが今回ばかりはそういうわけには参りません。格式と教師陣において帝と一と名高い軍学校に入学することこそお嬢様の将来にとって絶対必要なのです。だからこそあなたには何としてでもこの船旅の間にお嬢様との信頼関係を築いていただきたいのです。それが叶わぬ時はこのお話はなかったことに。
これぐらいの攻撃もかわせないなんて、あんた本当に軍人だったわけ？ああ、親父の言葉を信じた俺がバカだったよ。つまんね。お坊ちゃま、お一人で歩かれたらいけないとあれほど申しましたのに。あなたですね、旦那様のおっしゃった新しい家庭教師の方というのは。マルティーニ家のメイド長をやらせていただいているサローネと申します。亡き奥様に代わり、お坊ちゃまの養育係として見送りに参りました。それにしてもナップ様、どうして一人で先に行ってしまわれたのですか？あれほど私が待っていてくださいますようにお願いをしたというのに。アーヤの用事が終わるのを待ってたら日が暮れちゃうって。ナップ様。わかったわかった、うるさいな。もうふん。旦那様のお話によると、あなたは大層優秀な成績で軍学校を卒業されたとか。優等生かよ。帝国の軍人たるもの、武術も召喚術も共に優れるとお聞きしますが、あなたはどちらがお得意なのです？なるほど。さあお坊ちゃま、先にお乗りください。私はもう少しこの方にお話ししておくことがありますので。はいはい、わかったよ。それじゃお先。あなたにはこれからお坊ちゃまを連れて軍学校のある高専都市パスティスに向かっていただくわけですが、わざわざ一緒に船旅をしてもらうのには理由があります。ナップ様は同じ年頃の子供たちと比べると少しばかりそのやんちゃに過ぎる部分があるのです。いたずら好きで言いつけもなかなか聞いてくださらず、特に女性相手にはそれを面白がっているありさまでして、
はい、私もそれを心配しているのです。そういう理由から今までの家庭教師はどなたも長続きはしませんでした。ですが今回ばかりはそういうわけには参りません。格式と教師陣において帝都一と名高い軍学校に入学することこそお坊ちゃまの将来にとって絶対必要なのです。だからこそあなたには何としてでもこの船旅の間にお坊ちゃまとの信頼関係を築いていただきたいのです。それがかなわぬ時はこのお話はなかったことに。